今回ご紹介するのは、マニュファクチュールブランド、ジラールペルゴの自動巻き時計、ヴィンテージ1960クロノグラフ REF2598。ヴィンテージコレクションの一つ、60年代のクロノグラフの名品を現代に復刻した人気モデルです。文字盤はアイボリーカラー。全数字のアップライトインデックスとエッジの際立つドルフィンハンド、ブルースチールセコンドの組み合わせ。インダイヤルは、9時1に24時間計、3時1に永久秒針の2カウンター。センターには、クロノバリと60分積算計が備わっています。機能に優れた高級感あふれる風貌デザインです。 SS ケースは重厚でたくましいサテン仕上げのクッションフォルム。裏蓋は気密性に優れたビス止め仕様です。バンドは上質な社外製の革ベルトを装着しています。機能的でありながら洗練されたクラシカルな一品。ビジネスシーンや普段使いからフォーマルまで幅広い場面で活躍できるかと思います。ジラールペルゴ。1791年、ジャン・フランソワ・ボットにより設立されてから、現在まで続く老舗時計メーカー、ジラールペルゴ。ムーブメントの製造から組み立て、装飾に至るまでの時計製造に、関わるすべての工程を自社一貫生産するマニュファクチュールの一つで、世界で初めて腕時計の量産を行ったりと、時計業界の歴史に欠かすことは、できないメーカーとして知られています。クオリティの高さで長年にわたり時計ファンに高い支持を誇る時計の名門です。操作方法。右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で軽く振りローターの音がします。手動でリューズを巻き上げて針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止付きです。クロノの操作は右上のプッシャーを押すとスタートストップ、下のプッシャーを押すとリセットします。サイズ、ラグ幅 21mm です。ケース径は約 37mm、 ルーズ含まず縦ラグからラグまで約 49mm、 厚さ約 12mm、 風防含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。